願いします。それでは参ります。続きましていわきら愛の今日コーナーです。今日は常陸太田市織橋芸能部の皆さん、そして地域おこし協力隊ルリエの皆さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。あ、皆さん黄色いね、お揃いの T シャツでご登場いただきましたが、こちらがユニフォームになるんですか？そうですね、はい、ありがとうございます。それではお一人ずつですね、自己紹介の方をお願いできますでしょうか？はい、じゃあ私の方から、常陸太田市織橋芸能部の代表の弓野です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、私はですね、織橋芸能部の広報を担当してます、広報部長の近藤と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。地域おこし協力隊ルリエの里見支部の長島と申します。お願いします。よろしくお願いします。同じく地域おこし協力隊里見支部の石川と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ということで今日は常陸太田市織橋芸能部のお二人と、そして地域おこし協力隊ルリエのお二人にお越しいただきました。さて、こちらの織橋芸能部なんですが、先ほどちょっとテロップでも出ましたが、農という字が農学の農と農業の農と2つ書かれてありましたけれども、はい、どういったことをされている団体なんですか？織橋芸能部はですね、はい、平成10年に常陸太田市織橋町を居住するメンバー11名で、はい、地域の活性化を目的としてさまざまな活動を展開しております。地域の活性化を目標としているんですね。はい、はいはい、芸能グループでは民部を中心に、はい、芸能を通して、地域の祭りの参加や敬老会、老人ホーム等への慰問募金活動をしております。はい、で農業の方は、はい、給油地をですね活用して、そば、ただ小麦等を、うん、地域住民に、年越しそばを振る舞うなどのして、はい、コミュニティ作りを行っております。小麦を作ったりそば、はい、を売ったりとかもされているんですね。はい、はい、いろんな活動をされているということです。さらにですね、詳しくお話お聞きしたいと思うんですけれども、具体的な活動内容の方、はいはい、では近藤さんの方から。わかりました、はい、で今代表の方はですね、はい、私たち団体の概略の説明をさせていただきましたけど、私の方からもうちょっと細かい話をさせていただきたいと思います。はい、先ほど来話をしてます常陸太田市織橋町芸能部ですけども、はい、この織橋町といいますのは、旧里見地区にある地域で、はい、まあ、かなり過疎がですね、過疎化がまあ進んでいる地域、まあ、代表も申し上げてましたけども、まあ、地域の活性化というのは我々の一番の狙いで、はい、交流人口をですね、はい、どんどん増やしていこうということが大きな目的の一つになっております。なるほど。まあ、その中でですね、はい、芸能、まあ、今も話ありましたが、はい、まあ、民部を中心としてですね、芸能をレッスンしまして、はい、まあ、それをですね、地域の、こちらお写真が出てます ね、地域のですね、はい、敬老会、まあ、これは敬老会の時ですけども、楽しそうにね、踊られてますね、にご披露して、まあ、喜んでいただいたりですね、はい、まあ、あとはまあ、地域のお祭りなんかもですね、はい、何年かに一遍実施するんですが、まあ、その際にですね、はい、やはりこういう芸をですね、皆さんにご披露すると、はい、からあとはまあ地域にある老人ホームなんかにですね、はい、まあ、慰問という形でお邪魔をして、うん、芸の方のご披露をしております。まあ、これは芸能の方の活動になりますね。芸能の方の活動ですね。はいはい、もう一つ農業の活動なんですが、はい、まあ、実はこれはですね、比較的今歴史が浅いと言いますか、はい、ここ3年ぐらいの歴史なんですが、最初は芸能から始まったということなんですね。最初はもう踊りを専門に、踊り、それからカラオケなどを専門にやってた団体なんですけども、はい、それから農業を始めたというのは、先ほども話ありましたように、はい、まあ、有給地ですね、はい、かなりまあ高齢の方が多くなりまして、うん、まあ、有給地が増えたということもありまして、はい、まあ、これなんとかこの有給地を使わない手はないなということで、はい、こちらの写真は、まあ、そうですね、これが、まあ、私ども県北の代表的なですね、はい、そばですね、はい、常陸秋そばが有名ですもんね、はいはい、ちょうどそばが花が咲いてですね、これから
花刈り入れになりますけども、綺麗ですね、そばの花。まあそばを中心といたしまして、そばとそれから、あのそばが終わりましたら今度は小麦を。小麦はですね、あの、美味しいんですよね。そばも美味しいですけど。はい、小麦はどういった風に食べるんですか。小麦はですね、こういう小麦の刈り取りして、まああのかけてますけどもね。一から作ってらっしゃる。そうですね、本当にまあ手作りですよね。そうですね。でこれはですね、特に小麦の中でもですね、あのさぬき系、さぬきうどん系の小麦なもんですから。なるほど、さぬきうどんを作るんですね。まあ、うどんにしては非常に美味しい小麦なんですね。で、まあ、これから私たちがこの小麦を収穫しまして、うどんにしてですね、まあ、地域の方に振る舞ったり、もちろん、私たち部員の中でもですね、食べるというようなことで、まあ、あとはこれから先話ありますが、気仙沼の方の話、これが出ますけども、そちらの方にもプレゼントするということで、やっております。なるほど。まあ、大きく分けてその2つの、活動がございます。はい、わかりました。そしてこういった活動の一環として、今回あのカブトムシの里という施設をオープンされたということなんですけれども、こちらのオープンの経緯などもお話をお伺いしたいんですが。わかりました。カブトムシはですね、まあ、実は私どもの方はあの私ども小さい頃からカブトムシ結構あの夏場ですね、遊んでおりまして、かなりまあカブトムシは結構あの出る地域なんですけども、あ、そうなんですか。で、まあ、今回カブトムシということに着眼しましたのはですね、まあ、一つはですね、まあ、一昨年の、東日本大震災の、まあ、その時のまあニュースですね、まあ、かなりあの現地のですね、ニュースが流れて、で我々もたまたまその部員で集まってましてね、まあ、何かそのできないかと、我々ができるものは何かないかと、まあ、物資を送ったりですね、医療品を送ったりすることはできないものですから、まあ、特にその、まあ、大人ではなくて小さい子どもたちに何かできないかと、いうことを皆さんでこうお酒を飲みながら、語り合いましてね、じゃあこの地域にいっぱいいるカブトムシでも送ろうかと、なるほど、いう話になったのがまず一つなんですね。そうだったんですね。で、あと、もう一つはですね、たまたまその部員の一人が、カブトをね、飼育してた方がいたので、飼育してらっしゃったんですか。そうなんです。まあ、そういったのもあのこのきっかけになりまして、まあ、それであの一昨年の7月にですね、気仙沼市にございますあの一律のですね、保育所にですね、カブトを1000匹ですね。1000匹も。オスメス500ずつ1000匹ですね。すごい数ですね。今こちらの、ね、お二人がお持ちいただいているものは、こちらは、これ実はあの、右側にありますのが一昨年にあの保育所でいただいた、まあ、お礼のですね、子どもたちが作成した、お礼のものですね。あの大変可愛らしくて、ありがとうって書いてありますね。真ん中に絆って入ってますね。はい、確かその通り でこれが今年の7月1日にですね、やはり気仙沼の方に行ってきまして、子どもたちにプレゼントして贈り物としていただいたものです。あ、まあ、お礼にねプレゼントをいただいたんです ね我々にとっては大事な宝物ですね。そうですよね。まあ、今後もこの交流はですね、引き続きまあやっていくということで、あの頑張っていきたいというふうに思っております。なるほど、そういったね、あの被災地への支援を最初のきっかけとして、カブトムシの里が作られた、ということなんですね。せっかく、まあ、あの被災地に送ったものですから、まあ、これからはそのこの地域のですね、先ほど話したその活性化のために何か、一役に立てないかと、まあ、そういったためにはあのやはり交流人口をもう少し増やそうと、いうことを考えまして、やっぱりこれ常設のね、そういう里をやはり作った方がいいのかなと、という話がやはり部員の中で出てきまして、せっかくですもんね、せっかくですね、ここまで始まりましたんでね、まあ、それで昨年初めてその里の方、カブトムシの里の方ですね、オープンしたというところなんですね。なるほど、この施設の中ではどういったことを行っているんですか。そうですね、あの実は今日はあの、ポスターをちょっと持ってまいりましたけども、実はあのこの 中でどのようなことをやっているかと申しますとですね、まあ、一つは、カブトムシの観察、自然の中での観察、これから実際にカブトムシを捕まえるという、そういうことができますね。ね、やっぱり昔はね、あの子どもたちみんなカブトムシ捕まえてたと思うんですけど、最近はあんまり見なくなってきてますかね。なんですなんかカブトムシはデパートで生まれてて、デパートで育つのかっていうのは、ね、デパートで本当に意識がね売られているようなあるみたいなんで、で本日はなんとですね、カブトムシの実物をお持ちいただいております。カメラさんこちらアップにできますか。おお、本物ですね。これオスですね。これオスのカブトムシ、オスのカブトムシ。オスとメスはどう違うんですか。オスとメスのね、この角が、オスはありますけど、メスないんですね。ここに角、大きな角がありますね。角がないんですね。メスはありません。うーん、体も若干小さいかなと感じしますけどね。なるほど、
あ、メス痛いんです。痛いんですよ。そうなん、あ、持つところが、ね、ないから、ね、ちょっと、うん、こちらの中に入ってるんですね。はい、はい、で実際あの里の方に来て、うん、このカブトムシのこのカゴをですね、一缶を買っていただいて、はい、それであのオスメス一匹ずつあの持ち帰ることができます。そうなんですか。自分で自分で捕まえて、そうです。まあ自分で捕まえるのが一番ね、楽しいです。捕まえてもらうよりは自分で体験するということが大事なものですから。見つけた時のね、喜びとかありますもんね。そうなんですね。はい。じゃあ体験はおいくらくらいですか。ですね、あのカブトムシ里に入る入園料につきましては、はい、あの一人200円なんですね。あ、200円。たったの200円。であと今話したようにこの、こういったカゴをですね、はい、事前にお渡ししますので、このカゴにカブトムシ2匹を入れていただいて、はい、一カゴ1000円ということで、1000円 で, できると。で中にはあのもう土ですとか木とか栄養剤みたいなものもね、これはあのゼリーですね、はい、ゼリーが餌です ね, ね、全部セットになって、餌も全部セットにしてあります、ね、もうこのままね育てられるような、はい、はい、セットになっていますね、はい、そうですね、うん、まあ、できればこのまま買ってあの、まあ、買ってもそんな長生きは実はしないんですよ、カブトムシというのは生き物です、ね、生き物ですからね。で我々はそのこのカブトムシをさらに次の世代へつないでいただきたいと思いまして、はい、だから来年卵を産ませてですね、卵成虫までぜひ返していただきたいということで、なるほど、まあ、それをあの現地の方でですね、実はあの、はい、まあ、野外教室じゃなくてもですね、はい、ちょっとあの現地の方でそういう子どもたちに説明をね、うん、しながら、うん、ただ来てあの虫捕り体験するんではなくて、はい、まあ、そのカブトの一生をですね、そこで勉強していこうと、うん、いうようなことで考えまして、まあ、そういったものもですね、うん、子どもたちに学習をしていただくと、はい、いうことも合わせてやっております、はいはい、それともう一つですね、うん、今年の、まあ追加した事業がありますので、はい、ありまして今年はあの昨年まではカブトムシの里のみだったんですが、はいはい、今年はあのその近くの清流を使いまして、はい、あの魚のつかみ取り、魚のつかみ取り、はい、これを実施しようと。いいですね、はい、ヤマメですね、ヤマメを使うんですね。美味しいですよ、ヤマメ。あ、自分でね、はい、手づかみですか。手づかみです。すごい、はい、取ったことないです。どうでしょう、ぜひあの、いらっしゃってください。あ、楽しみですね。でそこで取ったものをそこでね、はい、バーベキューの施設もありますので、そこで食べれると、はい、いうことを今年はちょっとバージョンアップしてやっていきたいなというふうに思ってます。はい、はい、今日はお写真の方もねお持ちいただいておりますので、はい、そうですね、はいはい、こちら皆さんで、これ私どもの部員とですね、あと子どもたちが、はい、あの先ほど話した虫かごにですね、はい、撮った写真でございますね、うん、これはあの野外教室の写真ですね、はい、生態がずっと生まれてからあの幼虫それから、はい、サナギになり飛び立つまでのですね、そういう話をちょっとしているんですがね、はい、でここにあのここの時にちょっと子どもたちに宿題を2つぐらい与えてるんですよ。宿題、うん、あのその宿題というのはですね、1つはですね、はい、いっぱい食べると、はい、何でも好き嫌いなく食べると、ええ、食べれば大きなカブトムシができますので、そういう子どもたちにまずお願いしてるんですね。なるほど。でもう一つはですね、さなぎになるときに、はい、きれいに自分で羽を畳むんですね、はい、何に言われなくてもですね、うん、まあ、そういったものでやはり自分たちも、一生懸命ね洗濯物を畳もうかというようなこともね、はい、子どもたちにお願いをしてるんですよ。なるほど。そういったことを話しながらちょっと説明をしてます、うん、本当にカブトムシについて深く勉強できるということですね。そうですね、うん、そういうふうに考えています。はい、はい、とってもね、また先ほどの川ですかね。あ、そうですね、これが川ですね、はい、はい、こちらで、はい、ヤマメのつかみ取りができるということで、今はもうちょっと綺麗になってます。あ、そうなんですか。整備してますから、はい、はい、ということでいろんな、ね、体験ができるこちらのカブトムシの里ということなんですけれども、はいはい、今日は、ね、あの常陸太田市地域おこし協力隊のルリエのお二人にもお越しいただいておりまして、いろいろと、ね、協力して活動の方なさっているというふうにお伺いしたんですけれども、ルリエのお二人は普段はどういった活動をされているんですか。はい、はい、地域おこし協力隊は総務省の事業で、はい、総務省、はい、うん、私たちは、今里見地区に移り住んで、はい、3年目になります。移り住んでということはもともとどちらご出身なんですか。もともと私は神奈川で、はい、彼女はつくば市。あ、そうなんですか。で今里見に移住して、はい、住みながら町おこしをしてらっしゃるんですか。はい、なるほど。地域に住んで、はい、その地域の地域資源を、発掘したり、あとは情報発信をしたり、あとは交流振興拡大のためにツアーを行ったりとか、あとは普段はこういう形で地域の方と一緒に活動をしています。なるほど、はい、はい、そして具体的にこちら の, あの追い橋芸能部さんと の, あの活動はどういった活動をされているんですか。は
はい、実際にあのカブトムシの里での作業もあるんですけれども、はい、力仕事はちょっとあの女性ですもんね、役立たないので活動、皆さん活動している様子を写真に撮ってそれを Facebook とかブログとかで発信するっていうのを主にお手伝いしてます。なるほど、 PR のね、いろんなそういったインターネット関係のツールなどを担当されているんですね。結構そういった部分ってわからないことも多いと思うので心強いんじゃないですか。そうですね、はい、助かります。はい、そういった活動を皆さんでされているということなんですね。はい、それでは改めましてですね、カブトムシの里の場所などのお問い合わせ先もちょっとご紹介させていただきたいと思います。わかりました。はい、先ほどのポスターなんですが、はい、場所はですね、はい、常陸太田市折八町市内です。うん、で、はい、まあ、あの車で来る方がほとんどでしょうから、車であの国道349号線をですね、はい、北に北上していただきます。はい、そうしますとあの高萩から来る461号とちょうど交差する交差点があります。はい、ここにあのこのポスターにもありますが里見文化センターというところがございますけれども、はい、ここが一応受付場所になります。はい、はい、で、まあ、文化センターですね、はい、ここにあの受付をしていただいてここからあの現地の方にご案内するということになります。はいはい、はい、まあ、ちなみにあの問い合わせとかですね、申し込みにつきましては、はい、代表のユミノと私のですね、はい、携帯までご連絡していただきたいと思いますけども、はい、こちらの番号ですね。そうですね、はい、ユミノさんが 080-1202-4242、はい、そして近藤さんが 080-1348-8930 ですね。はい、はい、こちらのフェイスブックなどもね、さだいまホームページありますということだったので、こちらの方にもご覧いただいてお問い合わせなども、ね、はいはい、できると思いますので、はいはいはい、でこちらのカブトムシの里なんですが、はい、期間限定のオープンということなんですけれども、はいはい、いつからいつまで。そうですね、はい、ここにも書いてありますように7月の13日の土曜日から8月18日の日曜日なんですが、はい、まあ、期間はですね、土日祭日と、土日祭日計13日間の実施になります。13日間ですね。大変申し訳ないですが平日はちょっと、はい、行っておりませんので。はい、わかりました。はい、はい、ということでね、こちらのぜひカブトムシの里、はい、来ていただきたいと思います。はい、それでは最後にですね、はい、あちらのカメラに向かっていばきら TV ご覧の皆さんにメッセージを近藤さんから、はい、わかりました。お願いします。それではですね、豊かな自然が残ってます里見地区、それと今年はあのカブトムシの観察、それからカブトムシの捕まえ、虫取りですね、あとはヤマメの つかみ取りですね、それからバーベキュー、まあ、たくさんのものが揃っております。ぜひあの私どもの方にいらっしゃってですね、体験をしていただきたいというふうに思っております。まあ、この夏の一つのリフレッシュということで、部員一同心よりお待ちをしております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。今日は常陸太田市折八芸能部の皆さん、そして地域おこし協力隊ルリエのお二人にお越しいただきました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。